あ、そうよ、松彦くんの話ね。松彦くんの見た目、ざっくり見たいあったかなあ。ちょっとまだ、ちょっとチラッとだけ、チラッとだけ見せるか。まだちょっとね、ざっくりなやつしかないんだけど、目元。イケメンまあ、顔は、イケメンだよ。松彦くん、 まあ、大人だしな。ちょっと待ってな。まつひこくん、ちょっと、配信慣れさせた方がいいかなー。あんまり笑わなさそう。あんま笑わない子かも。配信慣れさせよう。じゃあちょっと喋らせるからみんな喋ってあげて。あーあ、ああ、こんばんは。よいしょっと。 誰夏色松彦よろしく好きな食べ物えいちご。かっこいいありがとうかわいいかわいくないけど俺男だしいちご送るありがとう 何歳ああ。何歳か、秘密にしておこうかな。身長は175センチ。体重は、よく覚えてない。いちご好きで可愛いい。男がいちご好きじゃダメな。 スポーツはあんまり得意じゃない祭りのことがどう思うかどうも思ってないけどかっこいいありがとうゲームゲームはあんまりやらないかなガチ恋って何好きな女性のタイプ好きな女性 よく考えたことないけど優しい人勉強はまあ祭りよりはできるんじゃない趣味質問ばっかりだな趣味はうんああ食べ歩きとか うん、祭りと普段どんな話をするかそもそもあんまり喋らねえけどああでもこの前ラーメン食べに行ったなコミュ障それはわかんないいちご狩りも行った いちご狩りは3月3月くらいに行ったかなラーメンはもう祭りが一蘭好きだから一蘭行ったけど俺は別にどこでもいいおこお、かかんでない男友達男友達はもう 4人とか噛んでない可愛くないんだが可愛い,いけわかんないけど歌は歌はあんまり得意じゃねえから歌わない。 れれてない告白されたことまあ年齢も年齢だしないことはないけど特技ああこれといって特技っていう特技はなんかまともに答えられないものばっかでごめん好きな子 あんまり興味ない VTuber 何人推しですか VTuber っていうのはあんまりわからないんだけどえっと「君たちはどういうのが好きなの?」「仮面ライダー」 見たことない今一番欲しいものうんお腹すいたからパンとか祭りのこと好きなんだへえあとで言っとく松彦が近いぜそれは喜んでいいのかわかんないけどまあ ありがとうよく食べそう食べるのは嫌いじゃないでも苦いものとか食べられないから甘いものくらいしか部活部活は部活入るっていう年齢じゃないけど昔はうん 吹奏楽とかやってた松彦の推しマークあ,あ特にないから祭りのでいいんじゃない大学生大学生でもないけど楽器楽器はあいつと同じあいつって祭りトロンボーンやってた 本当はトランペットやろうと思ってたんだけど音楽音楽は別に得意なわけじゃないあいつ呼びダメわかりづらいなら「祭り」って呼ぶ配信で何がしたい配信でおうん まあ暇だしやろっかなくらい配信慣れてきたまあ質問してくれるしやりやすくはあるのかなでも可愛いって言われるのはなんか複雑な気持ちというか寝なくて大丈夫か 俺は明日何にもないし平気かな話したいこと、うん、VTuber ってどんな感じなの可愛くならないように努力しろ別に可愛いいつもりないんだけど大体こんな感じなるほどね するかわいいだからかわいくないってそういうとこよく分かんないけど自分が出せる限界のかわいい声出して、うん、わ分かんないそろそろ帰るかわいいしか言われないし。 会えでねえよ僕で喋ってみて嫌だうんかっこいいうんそれでいい怒ってない別に怒ったように聞こえるならごめんうんじゃあ 変えるから交代ど。どどどどどど,ど交代って言われた。ただいまー。